横浜市立の毛山動物園の西区で虫、爬虫、類館を担当する飼育員の桐生大輔さん44が国内の動物園で2例目となる絶滅危惧種キバラクモノスガメの繁殖に成功した。同館は一見地味な存在だが、これまで放射ガメやハミルトンガメなど希少種を国内の動物園で初めて繁殖させた。最も絶滅の恐れが高いヘサキリクガメを唯一飼育するなど、国内でも指折りの施設だ。桐生さんは、繁殖技術の確立は絶滅からの保護につながる。今後も、種の保存に取り組む、と話している。同館ではヘビやカメ、トカゲ、ワニなど約30種約150匹を飼育。ヘサキリクガメのほか、バタグールガメやミツーネヤマガメ、天然記念物の琉球ヤマガメなど、絶滅危惧種のカメが多数いるが、大半は密輸や違法販売などで、摘発後に保護された個体だ。近年は警視庁からの保護依頼が多く、年平均10匹前後を引き取っているという。密輸された個体は、他種と一緒にされる場合も多く、様々な細菌やウイルスなどが付着しているため、野生に戻せるケースは極めて稀。しかし、施設で飼育、繁殖させるにも、希少種は技術が確立されていないのが、現実だ。爬虫類を担当して、12年目となる桐生さんも、当初は国内外の書籍、文献を、年30、40冊購入するなどして、独学で勉強。外国語を翻訳し写真で、生息地のイメージを膨らませるだけでなく、寒気や雨季など生息地の、気候をインターネットで調べて、地のやり方や必要な栄養成分などを研究、試行錯誤を繰り返し独自の飼育、繁殖技術を確立してきた。繁殖に使う双子器も、今でこそ爬虫類用が市販されているが以前は、ほとんど流通していなかった。だから今も食器棚などに、電球とサーモスタットを付けた手作りを使う。キバラクモノスガメの繁殖では、生息地であるマダガスカル島の気候を模し12時間ごとに温度を調節して孵化にこぎつけた。ハミルトンガメ、インドセタカガメの繁殖や人工孵化にも国内の動物園で唯一成功した。希少な爬虫類を目当てに同園を訪れるマニアも少なくなく、飼育談義に花が咲くこともある。鈴木博園長も、爬虫類館の固定ファンも確実に増えていると信頼を寄せる。情熱は勤務を終えても変わらない。帰宅すると約30匹のカメが出迎え、カメ部屋には水槽や双子器が並ぶ。喫水の爬虫類好きは子供の頃からで、ウルトラマンやゴジラ、ガメラなどの怪獣が大好きだった。怪獣好きには爬虫類好きが多いのでは。爬虫類館は今夏のリニューアルオープンに向け工事中だが、仮設館で飼育する様子はブログで公開中。桐生さんは、カメは育て、方一つで甲羅が歪むなど、影響がしやすい生き物。それだけに、繁殖に成功した時の達成感は大きい。ブログを見て爬虫類に興味を持ってもらえると嬉しい、と、少年のように目を輝かせた。